北本教授です。今日も横浜から埼玉の方に向かって走ってます。今日はですね、気温が高くて、エンジンかかってすぐに燃費リセットしてゴールドスタートでこの燃費行ってます。新型フィット EHEV の動画がですね、結構上がってきてます。それから気づいたことがありますので、今回は2つのね動画を紹介させていただいて、ちょっとそれについて話したいと思います。1つ目ですね、これはベタ踏みチャンネル、ベタちゃんですね。まあよく私も見てますけれども、まあフル加速ですねした時にステップ制御が入ってると、これは前もね、話しましたけれども、まあそのステップ制御がね結構いい感じだなっていうふうに思いました。まああそこまでね結構いい感じの音がしたら、まあこれはこれでいいんじゃないかなっていうふうにちょっとね考え直しました。まあ私はねそれでも個人的にはいらないなっていうふうに思うんですけど、ただ多くの方から受けはいいんじゃないかなと、そのまあちょっと DCT っぽい感じがして、あれだったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。でもう一つですね、動画を紹介したいんですけれども、まあ、モーターマンオンラインさんの動画ですね。これよく私も見てますけれども、エネルギーモニターを結構見てて、高速道路のレビューされてるんですけど、はじめ結構序盤の方なんですけどね、時速90キロぐらいで、だいたい巡航に近いようなことをされてるんですが、その時にねエンジン直結クラッチが結構繋がれたままで走ってたんですね。なんで、まあ前はねインサイトで私レビューしましたけれども、エンジン直結クラッチの制御っていうのをもう少し見直してほしいと。まあ具体的には、まあ、直結クラッチつないでもバッテリー残量がある程度高まると EV 走行に切り替わっちゃうと。で EV 走行と充電走行を繰り返すっていうような制御を IMMD はしてるけれども、その辺は直結クラッチは、まあ、時速90キロ台くらいだったら、まあ、効率が、まあ、エンジンの回転数的にも、ね、いいの で別にそんなに充電しなくても、ね、エンジン単独走行してもいいんじゃないかなっていうところで、もう少しエンジンかけ続けたまま直結クラッチをつないだまま走り続けた方がいいんじゃないかっていうふうに言いましたけれども、その燃費の部分ってところです。だけどその辺はなんかちょっと改良されてるんじゃないかなっていうふうにその動画からはね、まあ、思いました。でステップ制御に関してもね、アクセル踏み込んだ時の音は結構いい感じでしたけど、ベタ踏みまでしてない時の加速に関してもステップ制御が入るのかどうかとかね、いろいろ、まあ、調べたいことはちょっとあるので、まあ、その辺はやっぱり私がねちょっと自分で乗って、まあ、今度動画にしたいなっていうふうに思ってます。まあ、ちょっとね、レビューするまでは時間がかかるかなっていうふうに思いますので、まあ、忘れた頃に上がる感じになると思うんですけれども、あとは実燃費の部分とかですね、まあ実燃費はまあノート e パワー、市街地だとノート e パワーレベルで、高速だとまあ e パワーよりはちょっといいけど IDCD よりは悪いくらいでね、まあ実燃費が悪いっていうことは決してないと思いますけれども、まあ今までの車と比べてめちゃくちゃ高いかというとそうではないっていう感じだと思います。まあその辺はちょっとヤリスもですね、まあレンタカーが出てきたら乗りたいなというふうに思ってますので、まあ、その辺と合わせてですね比較とかをしていきたいなというふうに思います。でフィット4 EHEV は EV モードのボタンはないとのことですね。それは、まあ、別にほとんどの方にとっては問題ないかなというふうに思いますし、まあ、バッテリーの容量的に、まあ、そのバッテリーの出力だけだとねそんなにモーター出力できないかなっていうのは分かるんで、まあ、仮に EV モードのボタンがあったとしてもそんなにね、EV 粘れないかなっていうふうに思いますので、まあ、その EHEV はね、まあ、その乗り味っていうのは、まあ、シリーズハイブリッドで、まあ、DTS とか、まあ、この車みたいにエンジンかけたり止めたりをアクセルワークで、コントロールするっていうのとはちょっと違う楽しさを追求したところがありますから、まあね、別に EV ボタンがなくても、まあいいかなっていうふうには思います。やっぱ E パワーはね、バッテリー容量結構大きいし、まあその辺がボタンでも操作できた方がいいかなっていうところで、ぜひですね、E パワーはマイナーチェンジした時に、まあセレナ E パワーみたいにね、ノート E パワーもマナーモードですね、をつけてほしいなっていうふうには思います。はい、今日はですね、しばらく走ってきましたけれども、まあこれコールドスタートでこの燃費はやっぱりね気温がこれぐらいないと出ないかなってところで、まあ結構いい燃費が出てます。つい先ほどですね、フィット4 EHEV に乗ってきました。新型フィットに試乗してきました。
まあ、全体的な感想としては、まあ、インサイトにね、似てるなと。乗り味に関しては、まあ、インサイトとほぼ同じだなっていうふうに思いました。で、まあ、乗り込んでね、すぐ思ったのは、やっぱインパネ周りとかすごいね、上質な感じがしました。っていうか、まあ、ここまでね、コンパクトカーで、上質にしちゃっていいんだろうかっていうふうに思っちゃうくらい、かなりね、そういう質感にはこだわってるなというふうに思いました。で、まあ、パワートレインの性能的な部分では、まあね、おいおい検証をいろいろしたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、今回は、まあ、私がこのフリードを買ったね、ホンダカーズ東京の押し上げ店で少し試乗しただけなんですけれども、アクセルを踏み込んだ時のレスポンス、そして、直結クラッチがつながれる速度域ですね、まあ、この2点に関しては、まあ、ちょっとだけ調べられました。で、まあ、そのベタ踏みした時の加速ですけれども、これはね、やっぱ予想通りすぐには加速しませんでしたね。まあ、バッテリーの容量っていうのがこの車、まあ、IDCD と同じ、結構抑えられてるというところで、まあ、E パワーとは結構違うわけですね。 E パワーもアクセル踏み込んで、すぐにフル加速はしないけれども、バッテリーの容量電圧っていうのが結構大きいので、まあ、バッテリーだけでかなり出力ができるんだけれども、フィット PHEV に関してはアクセル踏み込んで最初バッテリーの出力だけだとね、あんまり加速しないと。でエンジンがかかり出してようやくフル加速っていうのが、それがね、やっぱ E パワーと比べてもはっきり分かりました。まあ、フル加速性能をすごい求めるっていう方は、まあ、ちょっと物足りないかなっていうふうに思うと思います。まあ、私はね、全然そういうの気にしないんで、むしろ、そのインサイトと比べて、パワーを絞ってくれて、バッテリーの容量とかモーターの出力とかが少し小さくていいわけ、小さくなったわけで、まあ、そこで浮いたお金を おそらく、ね、質感を向上させるとか他のところに使ったというふうに思うので、まあ、E パワーと比べると、まあ、瞬発力っていうところでは完全に劣るかなと思うんですが、まあ、私個人的には、すごくいいなというふうに思いました。まあ、その日常使いにとっては、まあ、パワーが、ね、その瞬発力が比較的ないって言っても十分ありますから、まあ、ガソリン車と比べたりしたらもう十二分にありますので、まあ、その辺で不足だと思う人は少ないと思うし、うん、全然ね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。でもう一点ですね、直結クラッチがつながれる速度域っていうところですけれども、まあ、インサイトの場合はだいたい70キロ75キロくらいから直結クラッチがつながれる感じなんですけれども、まあ、乗った感じちょっとだけしか試してないんですけどね、60キロ台の後半、まあ、70キロくらいでも直結クラッチがつながれました。で70キロちょっとでつながれて、ちょっと速度下がって66キロ67キロぐらいメーター読みですけどね、になっても直結クラッチがつながれたままだったので、まあ、おそらくね、直結クラッチの制御っていうのは、少し変更してるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、やっぱり E パワーと比べてそのエンジン直結クラッチがあるっていうのが機構上のアドバンテージですので、やっぱそれをね、有効活用しようっていうのを、もう少し突き詰めてほしいっていうことをですね、前にお話ししましたけれども、制御の部分をインサイトと比べて少し向上させてるのかなというふうに思いました。まあ、その辺はおいおいですね、詳しく検証したいなというふうに思います。はい、ということで、まあですね、昨日は動画、他の方の動画の話で、進めましたけれども、まあ、実際乗ってみてやっぱね、一番思ったのは本当上質だなっていうことですね。まあ、それが特にその内装の部分で、まあ、かなりお金をかけてるというふうに思いました。まあ、E パワーと比べて、その内装質感の高さとかね、そっち方向ではかなりアドバンテージをつけてるかなというふうに思います。ただパワートレインに関しては、まあね、やっぱその滑らかさっていうところで言うと、シリーズハイブリッドらしさですね、はやっぱ E パワーの方がありますね。まあ、それは例えば、まあ、バンペダルもそうですけれども、出だしのクリープとかが、まあ、ブレーキホールド使ってると割といいんですけれども、使ってないとやっぱね、結構唐突にかかっちゃうかなっていうのは、これインサイトでもね、言ってますけれども、まあ、それは好き嫌いって部分もあるんですけどね、まあ、ガソリン車と同じような感覚で乗れるっていう点では、まあ、いいって思う方もいるかもしれないんですけど、私的にはね、やっぱ滑らかさってところで言うと E パワーとかね、日産リーフの方がいいかなというところで思いましたね。あとモーター音ですね、これもインサイトとほとんど同じ感じでしたね。
で低速域は結構聞こえますね。まあ、インサイトよりも低速域に関してはモーター音が聞こえるかな。まあ、これは私個人的にはすごくいいことなんですけれども、まあでも中高速域はあんまり聞こえない。で、どうですかね、ステップワゴンと比べてもやっぱりあのジーって音は入ってこないんで、インバーターの音だと思いますけれども、まあ、その辺は多くの方にとっては、まあ、不快な音っていうのはしなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、インサイトレベルの上質な乗り味を車内の質感も合わせてね、実現していると、まあ、それをあの価格で出しているということですね。一見高いかもしれないですけれども、まあ、ノート E パワーとそんなに変わらない値段からあると。で、私試乗したのはホームっていうグレードで、決して高いグレードではないんですけれども、それでもね、そんだけ質感の高さっていうかを感じたので、やっぱりね、あの、まあ、その方向性っていう面では私はすごいいいなというふうに思います。まあ、その今まで の、 そのちょっとパワーが過剰だったんじゃないかっていうところを抑えて、それ以外にお金を使ってるっていうのがすごい、ね、よく分かったので、まあ、今回はマフィット4ですね。まあ、IDCD はやっぱり個人的には好きですし、まあね、このバンモーターのハイブリッドは、まあ、今後もね、引き続き乗りたいなと思いますけれども、やっぱ市街地走行中心っていう方、多くの方に EHEV は受け入れられるんではないかなと、すごくいい車になったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回はフィット EHEV に試乗した感想をお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。